東大寺所蔵の儀学面三十面のうちい古樹。儀学面は古代日本で演じられた仮面舞踊劇である儀学に用いられた仮面。世界最古に属する面としてその歴史的意義は大きい。また近年、新儀学に使用するため復興された儀学面もある。儀学は呉から日本へ伝えられた仮面舞踊劇であり、滑稽な所作を伴うパントマイムであった。 その起源については、使用される仮面の民族的特徴に、中国人よりは、アーリア系の要素が色濃く見られることから、西域方面で発祥し、シルクロードを経て、中国江南地方で完成されたものと推定されている。日本への伝来については、新戦星四六に、金明朝に、呉国王の血統を引く和役を見が、 疑学のちょうど意識を日本へもたらしたとの記事があるが、この時に舞踊も同時に伝えられたのかどうかは定かでない。一般的には、次の日本初期の水っ天皇20年の記事が日本へ疑学が伝えられた最初の事例とみなされている。くだら人、見ましきかけり、いわく、くれに学びて疑学の舞を得たり、すなわち桜井にアンチらしめて少年をしゅうえて、 義学の舞を習わしむ。現代語訳、くだらからの機関人であるま増が、くれで義学の舞を学んだというので、大和の桜井に、少年らを集めて、義学の舞を習得させた。日本初期の主張元年四月神五条には、白木の客等に、京玉ファムがために、河原寺の義学を畜死に運べりを畜死に運んだと、あり、この頃、アスカの河原寺で義学が行われていたことが伺える。 最大寺資材力帳によると、儀学には十四種二十三面の仮面が用いられた。仮面の名称は、登場順に、春道、獅子、獅子寺、クレコ剛、カルラ、クレジョ、コンロン、力士、バラモン、ふとしこちち、ふとしこじ、よい子王、よい子じである。このうち、獅子寺とふとしこじが、それぞれ二面、よい子じが八面で、 計23面が舞台で用いられることになる。儀学は平安時代には衰退し、廃絶してしまったため、その所作やストーリーの詳細は不明である。天伏元年、幸福寺の学人であった駒金、間が表した教訓書によると、歯を剥き出し、獣のような要望の根論が卑猥な所作をしながら、クレジョに化装するが、力士によって追い払われるといった滑稽な筋のものであった。 カルラ東京国立博物館に法隆寺から当時の皇室へ献納されたもので時代や技法の異なるものが混在している。焦燥院像の面のうち24面には天平商法4年4月29日の牧書名があり同日に行われた東大寺大仏海岸会にて奉納された儀学に用いられたものであることがわかる。焦燥院及び東大寺小像の面には 作者名を記したものがあり、小流を聖、元長寺、縁人氏、士、在福氏などの作者の名が知られる。また面の理面に、佐ぬ日立などの国名が見られ、地方から堅納されたものであることがわかる。上記のほか、重要文化財に指定されている、疑学面として、以下のものがある。2006年には、天理大学附属天理参考館にある古面が、疑学面であると確認された。 これは松平定信らが編纂した宗古十種初集の図と細部の特徴が一致しており、元は東大寺にあった義学面と推定される。大きく分けて木彫りと漢質作りがある。木彫は飛鳥時代のものがおおむね楠スノ奈良時代が霧を使って作られている。義学面は能面などに見られる顔を覆うだけの形態と違って頭から すっぽり被るものであった。この特徴から、ギリシア悲劇の仮面との共通性が指摘され、義学の伝来が古代ギリシアであるという説も唱えられたが、詳細は不明である。使用されている顔料については1983年より、宮内庁が焦燥院の26面の義学面に対し、X 線検査及び、電子顕微鏡観察を行った。それにより、 それら炭酸カルシウム顔料の多くが貝殻を原料とするものであることが明らかになっているほか、同じ白色顔料が小燥院宝物館所蔵の他の気学面以外の宝物に使われたことも明らかになっている。気学面は造形的にも優れ、物資の手になるものもあると言われている。一見した印象では架空の動物や当時の諸外国人の表情を伝えたものであるという。 漢字を受ける。以下に、焦燥院に伝わる、疑惑面から、各面の特徴を示す。花が高く赤ら顔の老将で、舞台の梅雨払い役を務める。現在の獅子舞の頭によく似ている。顎のところは上下に開閉できるようになっている。獅子を操す役で、二人一組で登場する。少年の姿である。顔を青色に塗った、気候子の層。笛を吹く所作をした。 頭上にタブさを言った、力士系。皇室の力士が平行であるのに対し、今後は開口である。彼らの起源は古代インドの鳥紙で、ビシュヌ人の乗り物とされる。仏教に取り入れられて古宝紙となり、八部獣の一員となった。東南アジアから中国に奴隷としてもたらされた、今度の奴を表現したもので、彼らが悪キラ説のような人間であった。 という当時の風評に基づき尖った耳や大きな牙など鬼のような要望の面として作られている。クレの国の乙女という意味だと推測される。前室のコンゴとニルが、こちらは口を閉じている。クレ女に化粧しようとするコンロンを懲らしめるという役どころである。インドの老僧で顔は緑に塗られている。その高い身分にもかかわらず、ムツキを洗う滑稽な所作をする。バラモンも、 三章目尻の下がった、老僧である。生き生きした少年の表情の面。くっきりした目元と白い歯が、印象的。大骨地面と体になる面。泥酔した、この王という設定で、高い冠を被っている。大きく高い鼻、分厚い唇、太い眉毛を持ち、その名の通り、酔っ払った個人を表している。2012年10月27日から11月12日に、 奈良国立博物館で行われた第64回小僧院展において、宮内庁小僧院事務所は、霧製の木帳第26号の復元を行った。この面においては、汚れの除去と絵の具層の剥落止め処理、そして別に残されていた右後頭部の破片の接着が施された。理学面の調査と修理は1992年から継続して行われている。 作業には非常に精密かつ繊細な注意が求められるため、終了したのは2006年時点で二十数年であった。ありがとうございます。